バルの商品がたくさんあります、ね、すごいね、もうはみ出そうな、ね、本当に共演者から届かれたことはある、おー、ダイレクトメッセージ来ましたとか、じゃあ自己紹介します。そうですね、今夜はあなたのおつまみになります、沢田みなみです。恥ずかしい、すごい恥ずかしい。餃子大好き、松永杏奈です。ちょっと臭そうですよね。なんかね、あのおじさんっぽい。今日は最年少かな、永遠の27歳、今日もサバ呼んできます、高沢の苗です。イエーイ。サバ後で食べよう。食べましょう。張り切って。お腹も空いたし。そうですね。そうしましょう。食べよう。ましょう。じゃあちょっと今こんな状況なので。お、女子。ありがとうございます。いいね。私女子なんで。これはこっちだ。そうそう。すごい。ありがとうございます。ありがとう。はい。大事だよね。乾杯しよう。はい。乾杯しよう。みんながそれぞれ違う飲み物だね。ビールにしてみました。私はレモンチューハイかな。私は焼酎ハイボールシークワーサーの味。さすがだね、沖縄愛。乾杯。うん、美味しい。美味しい。わ、うん、美味しい。どうですか、レモンチューハイ。これもね、甘すぎず酸っぱすぎずちょうどいい。うん、これ結構辛口でした。ほんと、あ、これ3パーだって。優しめ。言わないじゃん、ナナちゃん。助かりまーす。またうん、美味しい、うん、ちょうどいい薄さかも。食べやすくて。うん、うん、ねえ。あ、ほんとだ。柔らかいね。そうなの。染みてますよね、かなり。あ、すごい、こんなにクオリティ高いんだ、ね、そう、リアルにびっくりしてる、うん、で、あんのちゃんはお酒は普段はよく飲む？お酒を飲む場所は好きですけど、うん、多分そんなに強くなくてすぐ赤くなります。お酒を飲む場所というと、あ、飲み会とか、うんうん、今このご時世でなかなか、ね、うんうん、外食が難しいですけど、じゃあ合コンとか行ってる？合コン、合コン、行ったことある？あります。あるんだ。あります。え、あります。独身だよね。独身です。はいはい、はい、大丈夫、私も独身だから絶賛婚活中です。なんで声枯れてる。声の高さだよ。焼けました。どうぞ。お酒強い？そんな強くないです。多分すぐ赤くなるんで。へえ。お二人は？何だろう、こっちは最強。最強じゃない。全然最強じゃない。好きだけど、あれ弱いね。年々弱くなっていくの。え、本当なんかずっと飲んでるイメージだから。ハッピーみたいな感じになれるんだけど。変わらずね。そう。なんか年々お酒が弱くなっていって、すぐ酔っ払っちゃうし、次の日にお酒が残る。ああ、わかる。いつも二日酔いみたいな。家で結構飲みます？飲む。あ、そうなんですね。私も家で飲む。冷蔵庫にはじゃあ結構入ってる。常に入ってる。ビールか一升瓶が置いてある。あ、何種類か焼酎の一升瓶置いてあって、今日これみたいな。本当にお好きな方。その方が、はいはい、なんか気持ちよく眠れる。あ、寝酒。寝酒。あ、サバ、お魚って意外と高いからね。確かに。これね、198円。安っ。安っ。美味しいんですけどね。うわ、美味しい。本当。美味しいですか？皆さんね、あの、私たち仲が悪いわけじゃないんですけど、うん、もっと今日盛り上がるように、うん、ちょっとあるものを用意しました。何？ちょっと持ってくるね。何？結構いっぱい入ってる、うん、はい、じゃん、なんでしょう。いきますよ、はい、結構、ま、結構あれですよ、結構あの最初からエンジンかけてますよ。そう、いきますよ。
共演者から口説かれたことはある？おー、ちゃんと書いてます。ちなみにこれ私の質問でーす。やっぱね、いろんなさ機会あるじゃん、いろんな人と接して。そうだね、もちろんインタビューとかもそうだし、共演者さんもそうだし、現場にはさカメラさんとかさ、技術の方もいらっしゃるじゃん、はいはい、アドレス教えてくださいとか、LINE でダイレクトメッセージ来ましたとか、はいはいはい、あるかなと思って。どうですか？でもこれフリーになってからはないですね。ないない、まだない。本当にまだとか言っていうのないこれからはあるかも。おこがましいですね。曲穴やってた時はあった？曲穴やってた時は、いやでも曲穴って完全にもう会社員なんで、なんかその距離感じゃないですよ。もうみんなずっと会社で会う人たちだから、で地方局なんで、ないですね。ちょっとごめんなさい、参考にならないかも。じゃあこれからだね。そう、頑張ります。頑張ります。奈々ちゃんはいっぱいありそう。私はね、絶対いっぱいあるでしょ。いやいや、そんなことないけど。そんなことなくない。でもなくはない。なくはない。なくはない。うん。10人ぐらいでしょ。いやー、どうだろう。もっとですか。いやねえ、ここも数年は全然ないけど、昔はやっぱりツイッターとかさ、やっぱり DM とかで連絡来たりとかは。あったね。共演者からですか？共演者からとか。結構芸能人同士もなんかダイレクトメッセージでやり合ってるんですよ。ああ。そうなの？そう。共演したことなくても。そうなの？らしいよ。SNS ってそんななんかあれなんですか？でも簡単に繋がれちゃうよね。そう、そういう話めっちゃよく聞く。自分は？これはね、質問した人は答えだけど。そうだよ。なんで？なんで？そうだよ。はい。あるかないかは？ある。いや、分かった。送ったことあるでしょ。いや、送ったことないから。バンバン送ってるみたいにやめて。そんなに口出るしかないから。結構量入ってるんですよ。ね、そうだね。うまい。じゃあ次行きましょう。私行こう。はい。うん。では、これは、アンナちゃん単独の質問です。はい。彼氏はいますか？アンナちゃんへ彼氏いますか？これ誰ですか？誰書いたの？なんで？何個書いたのこれ？恋愛はでもしてる時はありますよ。現在は？攻めるね。恋愛も好きな人はいます。ああ。彼氏かどうかわかんないけど、彼氏かもしれないしね。あ、そういうことか。好きな人はいます。好きな人はね。いつから好きなんですか？いいの、私たちのことはいいから。怖い。好きな人はいますっていう。好きな人いたらさ、自分から行くタイプ？受け身？いや、両方です。なんか、どうですか？自分から行きます？両方じゃない。そう。絶対。でも本当いけないよ。両方じゃないですね。これはみなみさんは。自分が本当に好きな人ってよく思われたいと思っちゃうから腹回りしがち。確かに。なのはある。LINE 送るタイミングとかも考えちゃうよね。めっちゃ気にしちゃいますよね。めっちゃ長話して中身見てんのにまだ既読つけない。あるじゃん。文章めっちゃこう確認したり。絵文字とかめっちゃ考える。確かにそれはあるね。こう見た目とかでこう好きになったりするじゃないですか。そうすると緊張するとかないんですか？それは。でも逆に緊張しない相手のこと好きにならなくない？なんかどうでもいい相手だったら緊張しないというか。確かに。ドキドキしてなんか自分のこのなんか動物的欲求をこくすぐられる人の方がいいんじゃないの？あ、そう。そうか。そっかそっか。ありがとうございます。じゃあ次。はい。あ、行く？行くとか言って。もう呼ばれなくなった。音声さんとかさ、マイクつけますみたいな感じでこうやってやってくれるんじゃない？はい。